さて、昨日夕方、北広島町で女性が熊に襲われ、顔面などに軽い怪我をしました。地元の猟友会などが警戒に当たっています。最初に目撃したのは、熊に襲われた女性の夫でした。ほいで、ここ来よったんよ。ほいたらね、もう熊じゃいうのがすぐ分かった。あそこ。どこの辺から？真ん中辺？駆けで上がってね。うん。それから今度、ここをね、もうバーッとあそこからここへ来たんかな。そうでしょう。うん。もう黒線香、バーッと上がってここ。県などによりますと、昨日午後5時半ごろ、北広島町あざかに住む82歳の女性から、熊に襲われたと消防に通報がありました。女性は自宅の裏庭で草取りをしていたところ、野生のツキノワグマに襲われたとみられ、顔面などを爪で引っかかれ、軽い怪我をしました。熊がそこにいてね、こう来たんだわ。とにかく私の顔目が開けて、バッと来て、キャーっつってから私が吹っ飛ばしてて、叩いたみたいな気がするんだけど、そしたら逃げた、ここからパッと。お父さん、家の近くで熊を見たのっていうのは今まであったんですか？生まれて初めてよ、わしは。広島県によりますと、今年の熊の目撃件数は4月から6月にかけて252件、去年の同じ時期に比べると50件増加しています。県内の熊による人的な被害は今年に入って初めてです。専門家によりますと、熊の目撃件数は近年増加傾向にありますが、その原因の一つとして耕作放棄地の増加によって熊が人の生活空間に入ってきやすくなったことが考えられるということです。特にやはり朝を中心にですね、散歩とかですね、山林なんかに入られるときにはですね、単独の行動ではなくてですね、複数で行動していくとかですね、あるいは、鈴とか、ラジオとかですね、そういった音のあるものを携帯して自分の存在をですね、知らせていただければという思っております。北広島町によりますと、防災無線で付近の住民に注意を呼びかけるとともに、今日から数日間、地元の猟友会などが現場付近をパトロールするということです。